盛り上がっていきましょう。私たちご紹介いただきました七色と申します。どうぞよろしくお願いいたします。令和になって初めてのブラジャーということで、七色の衣装もですね、青と緑をですね基調にした、衣装となっております。青は、空ですね。で緑の方は神明という形で、新しい時代の幕開けにふさわしい衣装ということでやっております。そして七色の2019年の、コンセプトは歩むという、コンセプトをやっております。今年はですね、今年はというか昨年ですね、ブラジャーの方で本祭で優秀賞匠という賞をいただきまして、皆さんのおかげで、この賞をいただけたと思っております。そして私たちの衣装をですね、楽曲の方とそして鳴子ですね、全て岡山の方で、作成いただいております。そしてブラジャーを開催いただいているスタッフの方々や実行委員会の方々、全ての方々にですね、感謝をして、この7年目の、七色を歩んでいきたいと、そういうふうに思っております。じゃあ準備はできましたか。踊り子一発目いきますよ。それでは参ります。緑の大地、虹が咲く七色、今ここに
名前、会場のお客様に向かってねい、ありがとうございました。七色でした。